グランディスは日本の競争馬である。主な勝ち倉は中山大障害、中山グランドジャンプ。デビュー戦は1999年7月18日、函館競馬第6競争の3歳新馬戦。その時は10頭中8着だった。3戦目の芝1800メートルの未勝利戦を勝ち上がると、その後は桜爆心王3区としては、 非常に珍しく中長距離中心の出走を続ける。3歳時に、サツキショートライアルの弥生賞にも出走し、平地では通算3賞を挙げた。このうち、2001年12月15日の中山競馬5レース3歳、以上500万下条件での勝利は、中央競馬の平地競争で、桜爆心大三区が挙げた勝利では、最長の距離となっている。2002年、 5歳にして1000万条件クラスで頭打ちとなると、障害への転向が決定。12月15日中山競馬場、第5競争の障害未勝利戦にて、大江原隆の起場で、障害競争に初出走。その時は14頭中4着だった。続く2戦目で後位から抜け出して、障害初勝利。昇級後、オープン特別の春霊ジャンプステークスでいきなり2着と、 構想すると、次の障害オープン戦も連勝する。夏を休養に当てた後、秋初戦として出走した9月の障害オープンでも、勝利し、これで3連勝。11月に、東京競馬場で行われた収容ジャンプステークスで3着となり、その後中山大障害を目標に調整されるが、大障害が行われるはずだった12月27日当日は、 降雪により芝コースが雪に埋まってしまい、平地芝レースはすべてダート変更、中山大障害は翌年に延期という事態になった。第125回中山大障害そして年が明けて2004年1月10日の試行となった中山大障害では、前年の JGI、中山グランドジャンプに勝利した2003年、JRA 賞最優秀障害馬ビッグテイスト、 重症3減勝と勢いに乗るウィン・マーベラス、一昨年の京都ハイジャンプカチューまで、前哨戦イルミネーションジャンプステークスを勝利した、メジロライデンなど、協力メンバーが揃う中ブランディスは3番人気に、押された。スタートは、チアズ・シャイニングの2番手、それからすぐに花を奪うとその後は戦闘を譲らず、直線は突き放し、後方追い上げを図った、ウィン・マーベラスを抑えて4。 40.9の勝ちタイムで優勝した。続く、同年の中山グランドジャンプも逃げたメルシータ顔に早々に並びかけ、最後は同馬に小馬審査をつける圧勝で、JGI 連覇となったが、秋になって、脚部不安を発症して、引退に追い込まれることとなり、結局このレースが最後となった。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。引退後は、 ノーザンホースパークで乗馬となった。なお、2008年9月の北海道周期馬術大会にて馬場馬術競技で競技場デビューを果たした。ありがとうございます。